アダム・パリッシュ・ウェインライトは、アメリカ合衆国ジョージア州グーリングン、ブランズウィック出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のセントルイス・カージナルス所属。幼少期に両親が離婚し、7歳上の兄トレイと共に母親の手で育てられる。アトランタ・ブレーブスのファンで、本人曰く、あの頃は、テレビといえば、爆発。 デュークか TBS のブレーブス戦中継かという感じ。高校で投手をしていた兄の練習に付き合い保守役を務めることもあったが、後にウェインライト自身もブレーブスの試合中継を見ているうちに投手への興味を持つようになる。地元のグリーンアカデミーでは野球のほかアメリカンフットボールやサッカーもプレー。フットボールではワイドレシーバーやキッカーとして出場し、 同行記録となる48ヤードのフィールドゴールを決めたこともある。一方の野球では2000年に投手として6勝3敗、防御率0.89、打者として打率、515という成績を残した。2000年の MLB ドラフトでブレーブスから一巡目で投手として指名される。全体19位指名権を持つピッツバーグパイレーツも外野手として ウェインライトを指名することを検討していたが、結局回避して、代わりに、サワン投手のショーン・バーネットを選んだ。代理人事務所で、インターンシップとして勤務した経験を持つ、アニトレイがブレイブスとの入団交渉に臨んだが、ウェインライトがブレイブスのファンだったこともあって、契約はまとまった。同年のうちにマイナーリーグ最下層のルーキー級で、プロ初登板を果たし、 この年は13試合で防御率2.35を記録する。2001年以降、先発投手として育成される。同年は A 級メイコンブレーブスでプレイし、28試合に登板して10勝10敗、防御率3.77、脱三振率10.1を記録した。2002年は A 級マートルビーチペリカンズでプレイし、28試合に登板して9勝6敗、 防御率3.31という成績を残し、7月にはマイナーリーグのオールスターフューチャーズゲームに選出される。シーズン開幕から4ヶ月は8勝3敗、防御率2.24だったのに対し最後の2ヶ月は1勝3敗、防御率6.32と成績が落ち込み、シーズンを通しての体力には課題を残したものの、90から93マイルパーワーの速球と鋭く曲がるカーブ、 それにストライクを稼げるチェンジアップを組み合わせた、投球は高い評価を受けた。2003年は A 級グリーンビルブレーブスで27試合に先発し、10勝8敗、防御率3.37だった。2003年オフに、恋人のジェニーと結婚することを決意し、彼女の実家へ挨拶しに行く。しかし、そこでウェインライトの母から電話がかかってきた。 母は泣きながら彼がトレードでブレーブスから放出されたことを告げた。12月13日、ブレーブスとセントルイスカージナルスとの間でトレードが成立し、カージナルスからは JD ドリューとイーライ・マレーロがブレーブスへ、ブレーブスからはジェイソン・マーキーとレイ・キング、そしてウェイン・ライトの k 3選手がカージナルスへ移籍することになった。ブレーブスは FA 出た球団へ移籍する。 ゲイリー・シェフィールドの穴埋めとして、ドリューを狙っており、当時の GM であるジョン・シャーホルツは、アダムは、うちの投手では一番の有望株だから、難しい判断を迫られたが、こうするしかなかったとウェインライトを惜しんだ。一方のカージナルスは、ウェインライトが、交換相手に含まれない限りは、交渉を成立させる気がなく、同級団 GM のオールト・ジョケッティは、彼は、 この交渉の鍵を握る存在だったと振り返る。こうして、ウェインライトは、ジェニーと結婚することはできたが、子供の頃からファンだったブレーブスを離れることになった。2004年は、参加のトリプル a 級メンフィスレッドバーズで過ごすが、右肘を痛めたため6月上旬で、シーズン終了。登板数は12試合にとどまり、防御率5.37、ホイップ1.51と、 プロ入り5最低の成績に終わった。オフにはアリゾナフォールリーグに派遣された。2005年はトリプル A 級メンフィスで先発ローテーションを1年間守りきり、パシフィックコーストリーグ最多の182イニ,ニングを消化。マイナーリーグのレギュラーシーズンが閉幕した9月、上旬にメジャー昇格となり、11日のニューヨークメッツ戦で初登板を果たす。 この試合の9回表に3番手として登場したものの先頭打者の松井和夫に中前打を許すと西2.3塁からビクター・ディアスに3点本塁打を浴び1回3失点というほろ苦いデビュー戦となった2006年のスプリングトレーニングでシドニー・ポンソンらと先発ローテーション5番手の座を争う結果はポンソンがローテーション入りとなるがその後のオープン戦で ウェインライトはリリーフとして、高頭開幕ロースター入りを勝ち取った。4月3日のシーズン開幕戦で8点リードの8回裏に、当番し1イニングを無失点に抑えると、そのままメジャーに定着し、前半戦終了時点で33試合44.2イニングを投げて9ホールド、防御率2.82という成績を残す。5月24日には、 初打席初本塁打も記録している。シーズン終盤の9月には、それまで抑え投手を務めていたジェイソン・イズリングハウゼンが、左伝部故障のために、戦線離脱し、代役として、抑えを務め、レギュラーシーズン終了までに2セーブを挙げた。イズリングハウゼンからは、一歩下がって、気持ちを落ち着かせるようにとアドバイスをもらったという。カージナルスは83勝78敗で、 ナショナルリーグ中地区優勝を果たした。ウェインライトは引き続き抑え投手として、ポストシーズンに突入する。まず、サンディエゴ・パドレストの地区シリーズはカージナルスが3勝1敗で勝利。ウェインライトは勝った3試合すべてで最後を占めた。続くメッツとのリーグ優勝決定戦は、両チームとも譲らず3勝3敗となり、勝負の行方は、最終第7戦へも連れ込む。 この試合、1から1の同点で迎えた9回表に、ヤディアー・モリーナが2点本塁打を放ちカージナルスが、勝ち越し。そして9回裏にウェインライトが登場するが、この日は、変化球の請球に苦しみ、西満塁と一打逆転さよなら負けのピンチを招いて、打席にこのシリーズ3本塁打のカルロスベルトランを、迎える。だがここで、ウェインライトは、初球から2球続けて、 変化球でストライクを取ると、最後は外角に落ちるカーブで見逃し三振に仕留め、カージナルスに2年ぶりのリーグ優勝をもたらした。かつてブレーブスの一員として、ワールドシリーズ出場を夢見ていた、ウェインライトだったが、ブレーブスではなくカージナルスの一員として、シリーズ進出を果たすことになった。デトロイトタイガースとのワールドシリーズでも、ウェインライトは3試合3イニングで被安打2の、 無失点とほぼ完璧な投球。カージナルスが3勝1敗とシリーズ制覇に王手をかけて臨んだ第5戦では2点リードの9回表に登板して2失点3塁のピンチを迎えるが最後はブランドンインジから空振り三振を奪い24年ぶり10回目のワールドシリーズ優勝を果たした。ワールドシリーズ優勝を決め喜ぶカージナルスの選手たち2007年は 前年に190イニング以上投げた、ジェイソン・マーキーとジェフ・スーパンに、ワールドシリーズの第2戦と、第5戦に先発したジェフ・ウィーバー、合わせて3人の先発投手が FA となり、打球団へ移籍し、イズリングハウゼンが復帰する見込みだったこともあり、救援から先発へ、配置転換された。クリス・カー・ペンターやマーク・マルダーも故障でほとんど投げることができないなど、 先発投手陣が手薄な中で、ウェインライトは先発転校1年目からシーズンを通して、ローテーションを守り、投球回数、勝利数、防御率、脱三進数のいずれもチームトップという成績を残した。2008年3月に4年総額1500万ドルで契約を延長する。この年は6月上旬に、右手中指を痛め故障者リスト入りとなり、 2ヶ月半にわたって欠場することになるが、2年連続の2桁勝利を上げるとともに防御率も0.50改善させた。2009年は自身初めて開幕投手を務めた。4月16日から8月30日にかけて26試合連続で6イニング以上を投げ、6月26日から8月30日にかけて13試合連続で2次席点以下を記録。 球団史上の過去55年間の先発投手で、ジョン・チューダーの15試合に次ぐ記録となった。リーグ最多タイとなる34先発、19勝233イニングを記録。サイ・ヤング賞の投票では1位秒が最も多かったが、ティム・リン・スカム、カーペンターに次ぐ3位に終わった。選手間投票で選出される、プレイヤーズ・チョイス・アワードの最優秀投手や、 ゴールドグラブ賞に選出された。2010年はさらに好調で、自身初となる20勝を皮切りに213、脱三振、防御率2.42、BB、9が2.2、K、9が8.3、K、BB3.80 がすべてキャリアハイとなった。サイヤング賞の投票では、ロイ・ハラデーが好成績を残したため2位となった。2011年2月、 肘の側腹靭帯が断裂していることが発覚。トミー・ジョン手術を受け、シーズン絶望となった。10月には肘から有利物を除去する手術を受けている。2012年はトミー・ジョン手術から復帰。開幕からの7登番の防御率は6.16と、不振に陥る。あれほどマウンドで途方にくれたことは、人生初めて、というほどだったが、 その後は3.42と持ち直した。手術明けながらシーズンを通してローテーションを守り200等級回近くを投げた。2013年3月28日にカージナルスの投手としては過去最高額となる総額9750万ドルの5年契約に合意した。7月には3年ぶりにオールスターゲームに選出された。この年は リーグ最多の34試合に先発し、4年ぶりの最多勝ちとなる19勝、防御率は2.94だった。投球回数241.2回、5試合の関東、2試合の完封はリーグ1位を記録した。オフには3年ぶりにゴールドグラブ賞を受賞した。2014年は前半戦で12勝4敗、防御率1.83と高騰し、 オールスターゲームに2年連続で選出された。最終的には、キャリア2度目の20勝を記録した。2015年4月25日、5回表の打席で、ファーストへのフライを打って走り始めた時に左足を痛めて途中交代した。診断の結果、左アキレス腱断裂と分かり、シーズン中の復帰が絶望しされ60日間の故障者リスト入りしていたが、 9月30日に復帰し、同日のピッツバーグパイレーツ戦の第1試合8回裏から登板し、1イニングを投げた、ほか10月2日と4日のブレーブス戦においても中継ぎとして1イニングずつ起用された。ポストシーズンでは3試合に登板し、5.1、投球回を1失点という内容だった。2016年はキャリア2度目の長期離脱を乗り越え、 先発ローテーション入りし33試合に登板。しかしいずれもリーグワーストの220被安打、102、自責点を起死し、防御率4 6 2十3勝を9敗に終わった。打撃は、好調を維持し、打率、210? 日本塁打を含む7長打を記録し、1973年の指名打者制導入以降の投手として、最多となる18打点を記録した。 なお、マディソン・バンガーナーが、オールスターのホームランダービーについて、投手だけの選出があればと願ったことに関し、ジェイク・アリエータと共に、参戦の用意があると、コメントしている。2017年は、投打ともに好調なシーズンを送っていたが、右肘の故障の影響もあり成績は、悪化。7月25日に故障者リスト入り、8月上旬に復帰するもすぐに故障者リストに戻り、 prp 療法を受けた。9月中旬に復帰した。最終成績は12勝5敗、防御率は5.11だった。打撃では打率262日本類打11打点、オプス731を記録し、初のシルバーアスラッガー賞を受賞。2018年は様々な箇所の故障に苦しみ、8投板に止まった。オフの10月29日に、 FA となったが、翌30日に球団と、単年200万ドルの契約延長を結んだ。基本年俸は抑えられているが、多くの出来高が設定されている。2019年は14勝を挙げるなど復活した。オフの10月31日に、再び FA となったが、11月12日に1年の再契約を結んだ。二千二十年オフの十月二十八日に、 FA となったが、2021年1月29日に、カージナルスと1年800万ドルで再契約した。オプションとして、全球団へのトレード拒否権と、最大77万5000ドルの出来高が含まれる。最速95.9マイルパワー、平均90.6マイルパーワーのシンカー、平均86.8マイルパーワーのカットボール、 平均7 4 2アワーのカーブの3、球種を中心に使用し、その他に平均 90.7mph のフォーシーム、平均8 2 9アワーのチェンジアップを投げ分ける。2009年以前は縦スライダーを使用していたが、2010年以降はスライダーとカットボールに切り替えている。またファストボールは2008年以前は、 フォーシームを中心に使用していたが、2009年と2010年はシンカー、2012年以降はシンカーとカットボールの二つを中心に使用している。制球力が高く、球種が豊富なため、三振を取るピッチングと打たせて取るピッチングを両立している。また、初打席の初球を本塁打にしたり、代打で起用されることもある。そのため、 シルバースラッガー賞を受賞された年には2万5千ドルのボーナスが出るオプション契約が付帯している。ありがとうございます。